はいどうも、こんばですじゃあ、この動画ではね、久しぶりのこの麻生閣下の話ですかね。まあ、僕もね、かつてはね、ねこの麻生さん、ね、安倍さんがいて麻生さんがいればみたいな、まあ、そんな風に捉えてる時もね、昔ありましたけども、うん、どうなんだろう、安倍さんがいなくなっちゃって麻生さんもつまんなかったり、寂しかったりしたんですかね。まあ、わかりませんけども。で、まあ、そんなね、まあ、安倍さん亡き後ねえ、うんあんまりこの僕も、 一生懸命、なんか特にこの仏壇壷移民党、ねえー、そういうふうに捉えるようになって特にこのなんかこの自民党の方々はあんまりなんかこの肯定的にこの捉える機会も完全になくなったわけではないですけど、まあ、ほぼほぼ、うん、そうですね、どっか別のまだ,、ね、このまだこの表には出てきてないけど誰かになんかこの期待するみたいなでもしそういう人が出てきたらその人を一生懸命応援したいかなみたいな。 そんな感じに変わって、今に至るところですけどもね。そんな麻生閣下ですけども、今のね、それはあくまで僕の個人的な感想なんで、どうでもいいんですけども、なんか最近ちょっと麻生さんまある発言がね、話題になって、日マスゴミなんかはね、とんでもないこと言ってるってんまあ大体想像つきますけども、麻生さんが台湾は国、そういう発言があったんですよ。 しかもこれ、台湾関連の式典でこの挨拶に立ったわけでしょ、うんうん、当然だってこの、ね、台湾にと、まあ、麻生さんが心の中でどう思ってるか、それは知らないです。ね、ただ台湾の、ね、式典、イベントに参加しておいて、ね、台湾も中国の一部だろうなんて言わないだろう、普通はあ。僕個人的には台湾は国でいいと思いますよ。国でいいも悪いもないです。国だと思いますよ。うん、で でまあ、そんな式典でね、まあそういう発言がありましたと、で中国の反発必死だと、ね何してくれてんだよっていうことをうん、これどうだろう、またこのトンキン中日スポーツあたりかな、あっ、共同通信ですね、まあ、当然そう言うだろうな、そう書きますよね、うん。で、どういうかそれに、か、ま、ぶ、あ、せてきてるというか、乗っかってきているのが、まあ、例のウーマン村本さんですかね。う まあ、あ、麻生さんを、なんか、うんこ呼ばわりして、<laughs> うんこ芸人がうんこうんこ言ってるんですよ。うん、なんだかよくわかんないですけど、ちょっと順番に見ましょうか。えーと、じゃあ、まず、その式典の話かな、えー。自民党のこの麻生太郎、最高顧問はうん。<laughs> 最高顧問ですけどね。うん。なんだろう、まだ見慣れてないからしっくり来ない感じなのかな。 8日、10日、都内で、えー、開かれた台湾関連の式典で、台湾関連の式典で具体的には何だったんだろうねえ、えー。挨拶し、台湾は日本にとって大事な国だと発言した。台湾を自国の領土とみなす中国の反発は必死だと。共通通信がね、わめいてるわけですよ。台湾が正式名称としている中華民国の呼び名も使い、えー、関係強化を訴えたと、えー。麻生さんは、日本にとって台湾は近い国です。と述べ、外交関係はないものの、 友好を維持することが重要だとかだったと外,外交関係と、うん、っちゃえいな、うん、で日本の多くの人が中華民国の重要さを理解しているとも強調した僕はまだ足らないと思いますけどね、うん、で日本政府は台湾を国家として認めていないっていうことを、ね、共同通,通信がねけしからんけしからんってこうなんか日系とかこのトンキンあたりもなんか言いそうなんですけど、うん 中国が反発してきたからって、まあしてくると思いますけども、うん、だからなんだって話ですよね。国だろうん。ねいや、実質国じゃん。うん。間違いないじゃん。うん。ねだったら、なんだったらもう国家承認しようぜぐらいですよ。うん。まあ、要はこの共同通,通信がね、麻生た、ね、太郎麻生がこんなこと言ってるよ。ね、中共反発してくれ、ね。ついでに韓国も反発してくれ。うん。ね周辺国みんな反発してくれって。 ね、なんかもう共同の叫びを感じますよねな日本のマスゴミってこんなのばっかなんだよなうんだからまあこの靖国参拝云々の時と同じような格好ですかねうん新聞がテレビが、ね、共同が NHK がいやいやいや、ね、中国様中国様、ね、こんなこと言ってますよってゃかしいわとしか思えないですけどもでね まあそんな麻生さんにねまあ台湾は国だとねそんな麻生さんにウーマン・村本さんは何つったかというと国でいいんだけどあ、いいんだ <laughs> 最初からなんか聞けちゃってるのは何なんですかねじゃあいいじゃん,うんいいんだけど麻生さんは中国が反発した時に <laughs> やっぱ中国の顔色は伺わないとだめなんだねえ直接会って彼らにそれを説明する勇気はあるの そんな勇気ないでしょ追い先短いこのおじいやネットのバカこれはまあ多分、まあ、こ,れこれらの人彼らパヨった連中からするとネトウヨみたいなことを言いたいんだろうね煽るだけ煽って互いの国の純粋な若い子たちに武器持たせて殺し合いさせるだけ <laughs> <laughs> そっかこの人の中ではもうこの発言をきっかけに日本と中国が戦争を始めるドンパチ始めるそういう設定なんだね えー、純粋な若い子たち、互いの国の純粋な若い子たちか、そのなんか中国の若いやつに、ね、日本人、この間殺されたばっかなんですけどね、武器なしで、えー、未来のケツを拭けない老人がうんこだけすんじゃねえよってことを言ってるわけですよね、どう思いますかあちなみに一応前提としては別にこの。 もう村本さんに対しても、ね、この麻生さんに対しても、僕個人的にこの好きとか嫌いとかそんなのは別にないです。うん、別にないです。だからまあ、昔はそういう捉え方をしたかもしれないですけど、例えば、ね、麻生か下かね、なんでこのポンコツ芸人がうるせえなって、どの,どの口が言うんだよみたいな、口の聞き方に気をつけろぐらいも思ったかもしれないですけど、まあ今は別に、うん、あのそこまでは思わないです。ただ、やっぱり、あの、 そもそものこの捉え方考え方にこの賛同できるできないで言わせていただくとね要はこの中国の顔色を伺か,かって中国が機嫌を損ねるようなことを言うなやるなってことを言ってるわけですよねうん日本独自のこの考えとかねこの発言とかね行動もまあ行動はよう取らないですけども今のところね,ね随分とね随分となんだろうそうだからまあ僕は普段言うこのね顔色を伺か,かって手土産持って ねうん、ご機嫌伺いに行ってばっかの、ね、何やってんだよと。部位も一つもまともに片付けられねえんじゃしょうがねえだろうと。主権国家じゃねえと。属国じゃねえかよと。うん、だその属国を続けろって言ってるようにしか聞こえないんですよね。あ麻生さんじゃないですよ。村本さんですよ、うんね。まあでもしょうがないよね。この人の立ち位置、スタンスからすると、ね、中間に、ねうん、もうこびてこびてこび倒して。 へつらってへつらってこれ以上どうへつらえばいいんだぐらいの状況こそがこの人たちにとっては正しいわけだろ、うん、ん若者の交流みたいなこのねだしにね、うん、でもなんかじゃあ村本さんは村本さんでなんかこの目の前でって直接でって。 ね、言ってましたけど麻生さん多分中国にそれ問い立ただされたら普通になんか言っちゃいそうな気がしますけどね、まあ、言うべきだと思いますけども逆にこのなんかその言い分をモラウさんはこの台湾の人たちの前の前で言えるんですかってそれ台湾が反発したらどうすんのって、うん、まあマスゴミにね、うん、いいようにこの使われているだけのっていうね、うん、文字通りのこのうんこ芸人の1人にし過ぎないんじゃないのかなって思いますけども。 だって中国が反発ってことは、ね、あの国が日本に戦争を仕掛けてきてるっていうそういう設定があるってことでしょ、この人の中に。ね、じゃなかったら普通に無視すればいいだけの話ですよね。まあ、そうじゃないってことは中国が日本に戦争を仕掛けてくる可能性を村本さんは認めてるってことですよね。うん、そうこんなんだからお前ら、頼った連中は、ねうん、中身が、ね、ブレブレだって言ってるんですよね。うん、とにかく、ね、ジャパンファースト、あるいはこの日本そのものでもいいですよ。 ね、そう日本に唾吐きたくて仕方がないんだよなこいつらはだからいらねっつってんですようんということで今回は以上です